あともう少しで発売されるポケットモンスタースカーレットバイオレット、買うならパッケージダウンロード、初心者向けから廃人向けまで徹底解説です。どうもシャーレと申します。ポケモン SV 買おうという方はそろそろどっちのバージョン買うとか決めた頃合いでしょうか。まあバージョンをどちらにするかはともかく、もう一つ問題として出てくるのはダウンロード版とパッケージ版どっちを買ったら良いのかという話になると思います。まあ結論言ってしまうと基本ダウンロード版がおすすめですが、ことポケモンに限って言えばパッケージ版も捨てがたいということをスイッチの数と購入するソフトの数に場合分けして解説していこうかと思います。1. スイッチが1つ、ソフト1つの場合、大多数はこの買い方かと思います。はい、ソフトはダウンロード版を購入してください。お疲れ様でした。動画のご視聴ありがとうございます。はさすがに乱暴なので一応理由を説明します。大前提としてスイッチはダウンロード版の方が便利です。ちょっと検索すれば他ゲームでもダウンロード版を買えと言われると思いますが、ポイントとしては3つです。抜き差ししなくてよい。特にポケモンは伝統的にデイリータスク、つまり毎日起動して行う項目が多いです。ソフトの投入口はあまり強くないので、抜き差しはできるだけ少ない方がハード寿命的にも良いでしょう。ソフトの紛失がない。ソフトはかなり小さいものですから、なくしてしまったなどという事故もありません。ダウンロード版だと購入履歴が任天堂アカウントに紐づいているので再ダウンロードすることができます。友達に仮パクされてしまったなどというトラブルも避けられるでしょう。安く購入ができる。ポケモンを購入する多くの方はすでに任天堂オンラインに加入しているか加入するかと思いますので、任天堂カタログチケットというもので購入することができます。簡単に説明すると、1万円で2つのソフトを交換できるチケットで、実質1本5000円で購入できます。パッケージ版で5000円を切るところはほぼないでしょうから、かなりお得に購入できます。とまあこんな感じです。ぜひダウンロード版を購入しましょう。 2. スイッチ2つでソフトが1つ。このパターンは少し珍しいですね。ご兄弟でスイッチが2つあり、ソフトは交代で使う想定でしょうか。この場合はダウンロード版ではなくパッケージ版を購入した方が良いと思います。というのも先ほど説明した通り、ダウンロード版は任天堂アカウントに紐づいています。例えばダウンロード版を購入した兄のスイッチはプレイできても、弟のスイッチでは遊ぶことができません。一応兄のスイッチを使えば弟のアカウントでもポケモンを遊ぶことはできますが、外で兄が別のゲームを起動した瞬間に弟のポケモンは強制終了されるなどの制約があり、喧嘩の元になるでしょう。パッケージ版であれば物をそのまま交代で使用できるので分かりやすいです。スイッチ間の貸し借りが発生する場合はパッケージ版を購入しましょう。ライト層の皆様お疲れ様でした。ということで、ここからはポケモン廃人専用の解説です。まあポケモン廃人の皆様なら当然バージョンは2つ購入されると思います。 3. スイッチ1つにソフトが2つ。このパターンが多いでしょう。この場合はメインロムをダウンロード版に、サブロムはパッケージ版にしましょう。メインロムがダウンロード版がいいのはすでに説明した通り、0時から始められるという利点もありますしね。ただ両方ダウンロード版で良いかと思いきや、パッケージ版を購入する利点もあります。一つは購入特典などが付属していることですね。やはりこういった類は欲しいですし、特にポケモンセンターのアートブックはぜひとも欲しいところです。また次に説明するスイッチ2つになった時にスムーズに移行しやすいので、サブロムはぜひパッケージ版をおすすめします。購入特典もいらない、スイッチ追加購入予定もない場合はダウンロード版ダブルパックでも良いと思います。利便性は正義です。4. スイッチ2つ、ソフト2つ。これがポケモンをする上でストレスなく使える組み合わせだと思います。この場合は明確にダウンロード版1つにパッケージ版1つがおすすめです。スイッチ、ソフトがそれぞれ2個ある最大のメリットは自分1人で通信交換ができることです。ただダウンロード版を2個買った場合、同じ任天堂アカウントだと自前で交換できなくなる可能性があります。一応剣盾では抜け道的な感じでオンラインにつなぎさえしなければ、1つの任天堂アカウントで2つのダウンロード版ソフトを並行して操作することができました。ただスカーレットバイオレットでも同じである保証は全くありません。また周回のために別の任天堂アカウントを使用しようと思った時に、サブスイッチ、サブアカウントの組み合わせではダウンロード版のポケモンを起動できません。パッケージ版であればそこら辺の制約はありませんから、サブ機はパッケージ版を使うと決めた方がいろいろ便利です。最後にまとめです。スイッチ間の貸し借りが発生するならばパッケージ、それ以外ならダウンロード版と考えれば良いでしょう。まあ、本当に本当に個人的おすすめを言うならば、メインロムダウンロード版でポケモンセンターでパッケージダブルパックを買うのが上策です。
さらにさらにダウンロード版ダブルパックとポケモンセンターダブルパックで4つ買えば最強ですが、まあ、そこまでは普通やらなくてよいと思います。スイッチが4台以上ある場合ですね。皆さんも自分のプレイスタイルに合わせてダウンロード版とパッケージ版を選んで買ってくださいね。ということで今回の動画は以上。 SV 発売後もお役立ち情報やポケモン対戦の動画を上げていこうと思っていますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ここまでのご視聴誠にありがとうございます。感謝感激雨あられでございます。では次回の動画でお会いしましょう。それでは。